今回は不動産所得の論点について解説したいと思います。まずは不動産所得とは何か、どのようなものが不動産所得に該当するのかを整理しておきたいと思います。不動産所得は不労所得というイメージの所得で、単に貸し付けを行うだけであれば、その規模を問わず不動産所得になります。 事業的規模で貸し付けても事業所得にはなりませんから注意してください。そして、不動産の売買は居住用であれ、賃貸用であれ、その用途を問わず譲渡所得となります。これも賃貸用の不動産の売買は不動産所得になるのような勘違いはしないようにしてください。でまた、売買や賃貸の仲介は仲介業という事業ですから事業所得になります。 なお、賃貸については、ただ単に貸すだけであれば不動産所得となりますが、サービスを一緒に提供すると事業所得や雑所得になります。例えば、ただ単に部屋を貸すだけであれば不動産所得になりますが、下宿という形式で食事を提供したりすると事業所得になるというわけです。ちなみに、従業員のために社宅や寮を貸して、 従業員から家賃を受け取った場合は、それも事業の一部だということで、事業所得になります。で、その他、借地権の設定の対価として受け取る資金や権利金などは、原則として不動産所得になるんですが、地価が高い土地で長期間の借地権を設定すると、その権利金が非常に高くなる場合があります。そこで、 もし土地の時価の2分の1を超える権利金を受け取った場合、半ば土地を売ったのと変わらないということで、譲渡所得になります。次は所得の計算について。所得の計算式は、収入から必要経費を引くのが基本です。不動産所得の場合、青色申告をすれば、ここからさらに青色申告特別控除額を引くことができます。 不動産所得の計算をする際、収入金額には、家賃や地代のほか、返さなくて良くなったものの金額も含みます。また、必要経費には、固定資産税や借入金の利子、保険料、減価償却費、修繕費など、収入を得るためにかかった様々な費用が該当します。なお、収入の計上時期は、原則として、 通常の家賃などについては契約上の支払い日とされています。実際に入金されていなくても、その年中に収入が得られることが確定したら、その年の収入とするというのが税金の基本的な考え方ですから覚えておいてください。このような考え方を発生主義といって、簿記や会計の勉強をしたことがある方には馴染みがあるかと思います。それから、 そもそも返還しない前提の礼金や頭金などは最初に収入の額に計上して、返還する前提の敷金や保証金などは返還しないことになったときに初めて収入の額に計上します。青色申告についてはおいおい詳しく学習しますが、とりあえずは真面目に帳簿をつけてきちんと税金を納める方法なんだと思ってください。 きちんとした帳簿をつけるのは、税金を取る国にとって理想的な方法ですから、青色申告をする人には様々なメリットが与えられます。青色申告特別控除もそのメリットの一つで、帳簿をつける手間賃のようなものだと思ってください。ですから、不動産の貸付などの規模が事業的規模である場合には、貴重に手間がかかって大変だということで、基本的に55万円。 電子申告要件等を満たした場合には、65万円の経費を認めてもらいます。一方、事業的規模でない場合は、基調の手間がそれほどかからないということで、10万円の経費を認めてもらいます。ちなみに、事業的規模か否かの判定は、5等10室基準と呼ばれていて、建物の貸付の場合、 アパートなどについては、対応することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること。独立家屋の貸し付けについては、おおむね5棟以上であることとされています。ここで、不動産所得の規模別の扱いについて整理しておきますと、まず、不動産を貸し付ける場合、事業的規模であろうがなかろうが、所得区分は不動産所得になります。そして、 青色申告特別控除額は、事業的規模の場合、最高で55万円、または65万円で、事業的規模以外の場合、最高で10万円となります。ちなみに、期限後申告をした場合も、最高で10万円となります。次は、不動産所得の課税方法について。所得税の体系図で確認しますと、 不動産所得は他の所得と合算して総所得金額になっていますから、総合課税とされていることがわかります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。